ナマコナマコ、ナマコのは極秘動物門のグループの一つでナコズナに分類される。体が細長く口が水平に向くなどの特徴を共有する一群である。世界に約1500種、日本にはそのうち200種ほどが分布する。食用になるのはマナマコなど約30種類。寿命は約5から10年。コズナは 極秘動物門に属する動物の一群である。この門の他の群、ウニ、ヒトデ、クモヒトデ、ウミユリは体軸を基盤面に垂直にした体を持つのに対して、生子類は体が前後に細長く、覆面と背面の区別がある。見かけ上は左右相称であるが、体の基本構造は極秘動物に共通した後放射相称となっている。体表が刺しや硬い殻ではなく、 比較的柔軟な体壁に覆われることもナマコの特徴である。骨格の発達は悪く、細かな骨片として体壁に散らばっている。私有遺体であるが、外観から区別することは困難である。ナマコは無脊椎動物としては大きく生育する方で、体長数十センチメートルの種類はザラである。最大級のナマコであるクレナイオイカリナマコは、体長4.5メートル。 直径10センチメートルに達する。日本周辺の海域には四角マコかのマナマコが特に多く、食用にされるナマコもほとんどの場合は、この種である。すべてが海産であり、淡水、寄水域には生息しない。長官帯から深海まで分布範囲は海洋全域に及ぶ。大部分が定性で先行性のものも含む。 深海に住むナマコには、夢ナマコなど浮遊性の種類も知られる。サンゴ礁の海底や、深海底の一部では、極めて大きな集団を形成することがある。基本的に不活発な動物で、海底をゆっくりと張っている。多くのナマコが、デトリタス、海底に降り積もって堆積した有機物を、主な餌とし、触手でそれらを集めて食べる。 食べ方は種によって異なり、海底表面のデトリタスを舐め取るように食べるものと、砂と共に口にかき集めるものがいる。水中に触手を広げ、海中を漂う有機物を集めるナマコもいる。特殊な性質として、敵の攻撃を受けると内臓を放出するものがある。熱帯性のナマコの多くは、キュビエ器官という白い糸状の組織を持っており、刺激を受けると肛門から突出する。 キュビエ器官は動物の体表にネバネバと張り付き行動の邪魔をする。マナマコなどキュビエ器官を持たないナマコは腸管を肛門や口から放出する。ナマコは他の極秘動物同様に再生力が強く吐き出した内臓は1から3ヶ月ほどで再生される。多くは細長い芋虫型で腹と背の区別がある。前端に口、後端には肛門がある。 ナマコの体表は主にコラーゲンからなる厚い体壁に覆われている。体壁は柔軟で伸縮性に富む。表面は口倉に覆われ、内側には環状筋と五列の重層筋があり、これらを使って呼吸や運動を行う。体重の90%以上は水分である。深海の浮遊性ナマコは寒天質の体をしており、重量を減らすことで浮力を得ているとみられる。 人手と違って分かりづらいが、ナマコの体も極秘動物に共通するご放射相称の構造となっている。ナマコの腹には中央とその両側に二体、観測が並ぶがあり、背足には左右両端に二体、観測が変形したいぼ足が並ぶがある。すなわち、全身は放射状に並んだ五つの二体から構成されている。足の間は移動に使われ、 先端が吸盤となっている。無足目と胃足目のナマコは観測を持たず、前動運動によって移動する。板足目のナマコは多くが深海性で、一部には太く大きな観測を持つ種類がいる。口周辺には観測が変形した触手が臨場に配列し、餌の摂取や種によっては移動にも使われる。触手は他の観測よりはるかに大きく、 先端は種によって様々な形に枝分かれしている。触手は口に引っ込めることも可能で、本数は5の倍数であることがほとんどである。生子は骨格を持たないが、体壁の内部に石灰質の骨片が無数に散らばっている。骨片は肉眼で確認できる大きさのものもあるが、大部分は顕微鏡サイズで微小骨片と言われる。骨片の形は、 穴の開いた平板型、車輪状、鍵型、怒り型など様々で分類上の形質としても使われる。ナマコの体壁は神秘と筋肉からなり、水分の含有量が高い。体壁はその硬さを大きく変化させることができる。硬質ゴムのように硬くもなり、掴んだ指の間から流れそうなほど柔らかくなることある。柔らかくなって岩の隙間に潜り込み、 そこで硬くなって、天敵や波に引き出されないようにするなど、ナマコはこの性質を防御に利用していると考えられている。ナマコは消化器として、食道、胃、種によっては、不明瞭、小腸、大腸を持つ。口から肛門まで直線上あるいは S 字型の単純な構造をとる種、マナマコなどと、トグロを巻いた複雑な構造をとる種、金庫などがある。 食道の入り口の周囲には、囲い食道骨と呼ばれる10個の骨盤が並ぶ。大腸は、相排泄空と肛門へ続き、肛門には、肛波と呼ばれる5本の歯がついている。生子は明確な呼吸器を持つことで、極秘動物の中では突出している。相排泄空から体腔内に左右一体の樹状に分岐した管が伸び、ここに海水を出し入れすることで呼吸が行われる。 この器官を呼吸樹という。なお、ナマコは皮膚呼吸も行っており、呼吸樹を失っても、直ちに生命に危険が及ぶわけではない。板、足目、無足目のナマコは呼吸樹を持たない。縦の手目のナマコの一部には、呼吸樹の基部に白い糸状の器官がつながっている。これは、キュビエ器官と呼ばれる特殊な防御器官で、ナマコは敵に襲われると、キュビエ器官を 肛門から放出する行動参照。生子には心臓がなく明瞭な血管系は持たない。酸素の輸送など体内の循環系を司るのは水管系並びに地動系と呼ばれるシステムである。水管系は環状水管と放射水管からなる。環状水管は食道の周りを取り巻き5本の放射水管とポーリノのを袋状の組織で機能は 不明につながっている。放射水管は、体壁の中を走行し、観測に分岐する。観測や、触手の基部には、貧能と呼ばれる袋があり、ここに、水管内の液体を出し入れすることで観測の太さを調節している。水管の中を流れている液体の成分は、海水とほぼ同じである。地道系の構成は、水管系とよく似ており、周口血。 ほら、玉木から伸びる5本の放射結洞からなる。放射結洞は、多数の細い管を長官に伸ばしていて、栄養吸収、輸送の役割を持つものと見られている。水管系、地道系はそれぞれ体壁、長官において、メインとなる循環システムであるが、全身への酸素、栄養供給は、体構内に満たされた体構液が行っている。神経系は、 食道周囲に感情に配置する周口神経管と後方へ伸びた5本の放射神経からなる。目、耳、鼻などまとまった感覚器官は持っていない。外敵との接触や光の変化などについては体壁に分布する皮膚神経層によって感知される。生殖層は体の前方にあり、精子や卵を放出するための生殖口は触手の後方付近に開く。 繁殖期には生殖層は体高のほとんどを占めるほど大きくなる。生殖と卵層は色合いがわずかに異なるものの肉眼で区別することは一般に難しい。ナマコにはオスとメスの区別があり多くの種は体外受精による繁殖を行う。日本周辺でのナマコの産卵期は3月中旬から8月下旬までの間でこの期間に1匹のマナマコが産む。 卵の数は2、レ,レレレレレレレコ程度と見積もられている。ナマコの生殖口は後頭部にあり、縫製、放乱の際には体の全部を大きく持ち上げ、L 字型の姿勢をとる。初期の妖精はウニなどのそれに似ているが、次第にやや縦長の体に複雑に折れ曲がりながら、体を取り巻く、専毛体を持つ妖精、アウリクラリア妖精、ラテン語で、 耳たぶの胃となって、海中を漂う浮遊生活をする。次の段階ではタル型のドリオラリア妖精、ラテン語でタルの胃となるが、この時期の終盤には海底に沈むことが多くなり、そこ生生活へと移行していく。その後、ペンタクチュラ妖精を経て、変態を行い、生態とほぼ同じ姿のチナマコとなる。マナマコの場合、卵からチナマコになるまではおよそ一ヶ月ほどである。 ある程度成長するまでは、親ナマコの体内で過ごすナマコもいる。首の周りに保育能を持つパソラスコエヒエリや、体鼓内で妖精をかくまう紫ゴミもどきなど30種余りが知られている。南極海など寒冷な海に住むナマコにこのタイプが多く、妖精の生存率を高めるための適応と考えられている。ナマコ類は無脊椎動物の中では大きくなる方だが、 攻撃手段を持たず、動きも遅いため捕獲が容易である。日本や中国では、古来より、生子を食料として利用してきた長い歴史がある。日本で、主に食用とされるマナマコは、退職から赤青黒の3種に分けられ、それぞれ地域によって価格差がある。スーパーの店頭に並ぶのは3種のうち最も、商品価値の低い青であることがとんどである。春は初頭とされ、 日本では、酢の物のとして食べることが多く、味よりはコリコリとした、独特の食感を楽しむ食べ方をされる。腸などの内臓を塩辛にしたものはこの綿と呼ばれ、ウニ、カラスミ、ボラの卵の塩漬けと並んで、日本三大珍味の一つとされる。905年編さんの演技式にも記述があり、生子の利用法としては千年以上の歴史を持つ。 生食が中心の日本に対し、中国では乾燥させた星生子として利用するのが一般的である。内臓を除いて、薄い塩水などで煮た後に乾燥させた生光泉、生子、入子という。仙生子は日本でも古くは体内の虫殺し、肝臓への薬効、炭の除去などに効果があると言われ、養老律量不えき及び演技式にも、 諸国からの高能品として挙げられいる。本庁食家には、その形がネズミに似ていることから、ネズミの字が用いられたと伝えられ、江戸時代には米だらに似ているということで豊作に、通じた縁起物として、正月の蕎麦の具、上置け、用いられた。また、長崎貿易においては、俵物として芯などに輸出された。断層を干したものはこの子、または、口子と呼ばれる。 生子は漢方薬として古くから滋養競争薬、皮膚病薬として用いられてきた。中国語で生子を指すイリコ、ハイシェンはその競争作用から海の人参、五種人参との意味で付けられた前である。朝鮮人参の主要薬効成分であるサポニン類は通常は植物の持つ成分であるが生子やヒトデなど一部の極秘動物にも含まれていることが 明らかにされている。ナマコが持つサポニンの一種ホロツリンは強い防カビ作用を持ち白線菌を原因とする水虫の治療薬ホロクリン S として実用化されている。ナマコのサポニンはキュビエ期間や卵巣に多く含まれこの毒性を利用して魚を取る小規模量も行われている。サポニンの海面活性作用を石鹸に用いることがある。 日本人と生子の関わりは、古く712年に編纂された日本最古の歴史書、古事記に、その記述が見える。天孫降臨の際、雨の渦目、猿目の君の子孫が魚たちを集め、神の御子、天孫たる二にぎに使えるかと問うた時、生子だけが答えなかった。起った雨の渦目は、小塔で、生子の口を裂いた、という内容が記されている。 古事記にはすでに、生子という語が登場しているが、当時はこれで、子と読んでいた。生子とは本来は、調理をしていない、生の、子を指す言葉であった。この名残が、前日の、この綿、この蝶、いり子、いり、子、この子、この子という語に残っている。平安時代中期の辞書である、和名類受賞には、老生子、虎生子などが掲載されている。本蝶食感や、 日本三回目三杖など、江戸時代の食材図鑑にも生子は紹介されており、生子食の歴史は長い。夏目漱石の小説、我輩は猫であるの中には、初めて生子を食べた人物の胆力には敬服すべきだ、という一節もあり、食べ物としては意外な印象を与える場合も少なかず、あったようである。生子は、和歌や、俳句の題材にも選ばれ、俳句では、 冬の季語とされている。生きながら一つに凍る生子かな、松尾芭蕉、やすやすと生子のごとき子を埋めり、夏目漱石など、多くの文人、家人たちにより、様々な作品が残されている。塗り箸で生子を挟む、難しいことのたとえ、生子に、わら、弱点のこと、生子の分けたよう、醜いものの例えなど、生子に関することわざもいくつかある。 日本の生子漁獲量は1980年代以降減少傾向にあったが2006年度には1万トンと1970年代後半の規模にまで回復した2006年度の生産額は130億円余り主な漁法は小型底引き網でこの他に潜水機や海人による小規模漁も行われている乾燥生子は香港、中国などに輸出され 特に香港に輸出される農林水産物としては、金額で一位である約10億円2006年。都道府県別魚閣僚では、北海道、青森、山口が特に多い。日本の生湖漁は古代から行われており、733年に建造された出雲国風土記には、生湖の産地として、現在の島根県松江市美保の関町などが紹介され、 後年の演技式には、イリコやこの綿が租税として納付されたと記されている。江戸時代には、生子は中国、清への主要な輸出品となった。星生子、フカヒレ、星アワビは特に多く輸出され、俵物産品と呼ばれた。生子を外貨獲得の手段として重要視していた、幕府は一般市場での生子流通を禁止し、漁師に対しては、 増産を厳しく迫った。幕府に対し、取り立ての猶予を求める各地の漁業者からの上申書も残されている。生湖養殖の試みは、明治時代に始まり、千がまこの放流や人工漁礁の増生が各地で行われた。禁漁期間の設定や、漁礁の改良を行うなどの努力により一定の成果が得られた地域は多く、大浦湾では昭和初期に、 増産の成功を記念して、生子増殖記念碑が建てられた。アメリカ合衆国フロリダ州、コスタリカ、エクアドル、インドなどでも生子の漁獲が行われ、ほぼ全量が中国へ輸出されている。21世紀に入り、中国の富裕層が増加すると高級食材としての生子の需要が高まり、フロリダにおける漁獲量が約4倍増加。二千十四年六月からは、 資源量の減少を危惧したフロリダ州魚類野生生物保局により一石一日に百匹までの漁獲制限がなされる。近年では中華料理の食材として特に黒生子が海のダイヤ等と呼ばれ非常に高値で取引されることが多く、そのために保護水域や漁業水域での密漁も横行している。密漁の背景には中華料理の食材としてはもちろん 中国での需要増による価格の高騰が背景にあり、そのために生活に困った漁師などに密輸業者が目をつけ、密漁を推進したりすることが各地で続いており、生コ類とそれを漁業として生計を立てている漁師や水産関係者に自然保護観点から見ても頭の痛い問題となっている。暴力団の資金源になっているとの指摘もある。現在は、 漁師や漁業関係者に海上保安庁などが生息水域のパトロールなどを行っているが今のところ密漁の取り締まりには効果的な方法や糸口は見えていない2018年現在北海道における漁獲量の50%相当が密漁品であると推測する者も,もいる水産庁では2020年度までに漁獲証明制度を整備し税関などで 都道府県の漁業協同組合連合会が発行する産地証明書の提示を求めることで密漁によるナマコの流通を防ぐ措置を講じることとしている。ナマコは観測、イボ足及び呼吸樹の有無、触手の形状や骨片の種類などに基づいて三はこ六6目23下に分類される。日本産ナマコの分類は明治時代の動物学者である三栗かき三 かきち、彼の仕事を引き継いだ、大島博史により完成された。手数は、ワームズによる、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。